皆さんおはようございます。5月27日アズリモーニング始まります。ということでね、本日もはいアズリタレントのニコニコ鉛筆の田上かながお送りさせていただきます。という、はい、いや、あいにくの雨ですね。ちょっと梅雨を感じるような、そんな感じですけれども、後ほどね、天気を見ていきたいと思いますので、梅雨なのかどうか、なんかそんなこともわかるんじゃないかな、なんていうふうに思っております。はい、いつも通りでございますが、はい、コロナ対策についてお伝えさせていただきます。はい、演者スタッフの検温を行って収録をしております。換気は50分に1回行っております。番組入れ替え時、スタジオ内すべて消毒をしております。そしてですね、画面見ていただいている方はわかるかもしれないんですけど、私、ちょっとマスクをつけておりません。こちら除菌機器を導入しているということで、マスクなしでの放送をしております。はい、そして鳥越あずり FM のスタジオはですね、窓がございます。はい、ですので緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点はあるかと思いますが、こちらご了承いただければ幸いでございます。そしてですね、こちらアズリモーニングだけでなく、アズリの方ではですね、番組応援の会の会員様を募集しております。推しの番組がある、もしくは推しの MC がいるなどなど、ぜひですね、気になる方はですね、ホームページに詳しいことが載っております。特典としてはですね、この番組に、遊びに来ることができたりとか、電話の方でゲストに、出ることができたりとか、まあいろいろございますので、ぜひぜひ気になる方はホームページからお願いいたします。確か年会費1万円ですかね。はい、そうです、年会費1万円ということなので、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、番組ではですね、随時コメントを受け付けております。番組への質問、もしくは私へのコメントには、ツイッターの方からお願いいたします。アットマークアズパン FM、 AZPANFM、 AZPANFM までお願いいたします。アズパン FM ですね、ぜひよろしくお願いいたします。だいぶ覚えましてですね、私のツイッターでツイートするときも普通にもう AZPANFM つって入力してるぐらい、もうちょっと覚えちゃったんですけど、はい、ぜひコメントお待ちしております。はい、ということでですね、今流れてるこの曲は鳥越あずり FM の新テーマソング、慣れぬものになれです。この曲はこれまでのテーマソングのスタートアップ、エンディングの止まりに続いて、鳥越あずり FM の高橋代表が作詞を手掛けました。その歌詞に関西で活躍するマルチリンガルシンガーシオンさんが曲、そして歌を乗せて完成させたのがこの慣れぬものになれです。シオンさんはエレファントカシマシ、ケツメイシやファンモンなどを手掛ける音楽プロデューサー柳満さんの楽曲提供も受けた素晴らしいシンガーさんでございます。はい、いつもですね、これ実はアズリモーニング終わった後口ずさんでる私がいるんですけど、はい、もうだいぶお友達の曲になってますね。はい、ぜひぜひ、皆さんに浸透してもらいたいな、なんていうふうに思っております。そしてこのアズリモーニングなんですけれども、鳥越あずり FM の特徴である見て聞いて参加する番組、そして日本一尖った放送局を伝えながら、台東区の地域活性のお手伝いをさせていただいております。はい、本当にですね、このあずりモーニングを通じて台東区のお店さんすごく知ることができてですね、あの、私もすごくありがたいな、なんていうふうに思っております。いずれはね、ちょっといろいろ足を運んで遊びに行きたいな、なんて思って、なかなかねちょっと行けてないのも現状で申し訳ないな、なんていうふうにも思っておりますが、はい、いや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 というね、スタッフさんありがとうございます。はい、実はですね、スタッフさんがですね、ちょっといつもとメンバーが違う感じでやらせていただいてますので、ちょっとどうなるか不安もあるのかな、なんかちょっとスタッフさんがドヨーンとしてるんで、はいはい、ぜひ頑張っていきたいと思いますけれども、はい、そんなですね、鳥越あずり FM のスタッフさんなんですけど、募集がかかっております。はい、鳥越あずり FM スタッフ募集ということでですね、第2スタジオ拡大により人材を募集中です。時給は1041円から、勤務時間が7時から24時、日数は週3日以上お願いいたします。雇用形態はアルバイト、社員登録などなど、その人に合わせて、選べるということでございますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。ご連絡先、080-3757-9131、 080-3757-9131 までお問い合わせいただければと思います。
いやぜひですね、アズーリモーニング一緒に作っていただければ嬉しいです。はい、もう本当にですね、ちょっとお名前言えないんですけれども、一緒にね作っていく中でスタッフさんもなんかこうチームワークができておりまして、私がですね読めない漢字とかをですねタイミングよくバシバシね、なんですか、提示してくれるという形で、もういつもね本当お世話になっておりますという、はい、新しい方もいて、はい、どんな番組になるか私も楽しみでございます。それではまずいろいろお話をしましたが、東京の天気予報から見ていきましょう。はい、画面見ていただくと分かるかもしれませんが、27日金曜日、雨、夕方から曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い激しく降るということで、もう降っておりますというね、はい、もうバッチリ降っております。もうカッパ着てる人なんかもいますからね。はい、そしてですね、日中の最高気温24度と、比較的過ごしやすい、状況なのかなと思います。6時からですね18時まで降水確率が 50% 以上になっておりますので、傘が必要になっているのではないでしょうか。18時から24時が降水確率 30% と止む傾向にございます。はい、夜出かける方はですね、もしかしたら傘がいらないかもしれません。そして明日28日晴れ、朝晩曇りということでですね、今日だけですね雨なので、明日、土日というね休みの時は皆さん晴れということで、はい、楽しく休日が過ごせるのではないでしょうか。朝の最低気温は17度、日中の最高気温は28度となっております。続きまして週間天気予報を見ていきましょう。あさって29日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 最高気温31度と真夏日ですね。最低気温が17度となっております。そして30日月曜日、曇り、降水確率は 40%、 最高気温24度、最低気温が18度となっております。そして31日、月末ですね、曇りのち、雨ということで、降水確率 50%、 最高気温が23度、最低気温17度と、ちょっと雨が降りそうな不安な天気になりますので、折りたたみ傘をお持ちください。そして6月明けまして1日水曜日、曇り時々晴れということで、降水確率 30%、 最高気温27度、最低気温が19度となっております。だんだん夏日になってきてますね。そして6月2日木曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温27度、最低気温18度となっております。はい、6月に入りまして、だんだん梅雨の時期になっております。折りたたみ傘忘れなくお持ちください。そして渋滞情報を見ていきましょう。はい、高速道路の渋滞の交通情報はございません。一般道路の交通の方が少しちょっと多めになっております。はい、おたけ橋通り、こととい通り、都道313号線、都道319号線、台東区根岸3丁目付近から約2分458メートルの混雑、春日通り、都道453号線、台東区元浅草1丁目付近から225メートル、約2分の渋滞。ことといどおり、都道319号線、台東区池の畑4丁目付近から429メートル、約4分の渋滞でございます。都道452号線、台東区上野桜木2丁目付近から468メートル、約4分の渋滞。忍ばず通り、都道437号線、台東区池の畑2丁目付近から401メートル、約2分の混雑。清洲橋通り、台東区、北上野1丁目付近から317メートル、約2分の渋滞となっておりますので、こちらの方をご利用される方は早めに、家の方を出ていただけるといいかなと思います。続きましてこちら、交通情報の、鉄道に移っていきたいと思います。はい、雨が降っているということでですね、鉄道遅延が多く出ております。湘南新宿ライン、そして東海道本線、東京から熱海、横浜線、中央線快速、東京から高尾、そして中央総武線各駅停車、そしてこちら後でちょっと、お伝えさせていただきます。そして小田急小田原線、そして湘南モノレール線、銚子電鉄線、
が、こちら遅延となっております。そして内房線、鹿島線も、遅延となっておりますので、ちょっとですね JR の方はあんまり、湘南新宿ライン以外は、少し落ち着いてるのかなというところでございますが、雨ということもありますし、早めにですね出ていただければいいかなと思っております。はい、私、東横線使ってるんですけど、東横線もね少し遅延していたりしておりますので、皆様お気をつけくださいませ。はい、続きましてですね、台東区より正式に許可をいただき、アズリモーニングでは台東区情報を発信することとなりました。新着情報を中心に、私が気になるトピックをご紹介していきたいと思います。ということでね、5月ももうあと4日ということで、6月はなんと台東区は食育月間という風になっております。はい、毎年6月は食育月間なんだそうでございます。全国各地で食育をテーマにした多くのイベントや取り組みが実施されます。あ、これ台東区じゃなくて全国各地は各地6月は食育月間なんですね。はい、初めて知りましたね。はい、知ってましたスタッフさん。あ、知らない。みんな知らない。はい、あのこれを機にちょっと嬉しいなと、ちょっとなんか一つ賢くなりました。はい、ライフスタイルの変化で朝食の欠食、不規則な食事、栄養バランスの偏りなど食生活は乱れていませんか？乱れた食生活を続けていると、将来肥満などから来る、生活習慣病や低糖の、低要素のリスクが高まります。将来のご自身のためにこの食育月間を機に、食生活を 見直してみませんかということでございます。6月に入るとですね、上半期も終わるということで、ちょうどいい時間なのではないでしょうか。台東区ではですね、区内5カ所の施設で食育に関する展示を行っております。はい、食育に関する展示がございます。中央図書館、障害学習センター1階、台東保健所1階、浅草保健所センター2階、区役所地下食堂でやっております。展示期間が6月1日水曜日から6月30日木曜日、6月いっぱいやっております。はい、中央図書館では本の紹介もしているということでございますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、よりこの取り組みに、詳しくなりたいよ、もしくは詳しいこと聞きたいよという方はですね、お問い合わせ番号がございます。はい、台東区、失礼しました、台東保健所保健サービス、こちらが栄養担当ですかね。はい、電話番号 03-3847-9440、 03-3847-9440 となっておりますので、気になるよという方お問い合わせしてみてください。そしてですね、食育だけではございません、もう一つございます。はい、地域活動体験講座音楽編、地域で生かそう、つながろう、子どもと一緒に楽しむ音楽イベント作り、受講者募集中ということでございます。食育だけではなくて文化の方にも、ぜひ皆さん目を向けていただければと思います。地域でつながろう、子どもと一緒に楽しむ音楽イベント作りが全8回ということでございます。音楽を通した、コミュニケーション体験や子どもとの関わり方を学び、子ども向け音楽イベントを企画実施します。地域の子どもたちと音楽でつながってみませんかということで、1回から第8回と、日時がですね7月からとなっております。気になる方ホームページご覧いただければ幸いです。対象は区内在住か、在勤在学で音楽サークルなどで活動経験がある18歳以上の方です。定員が15人、費用は無料というふうになっております。はい、締め切りが6月23日木曜日必着。申し込み問い合わせに関してはホームページをご覧いただければと思います。PDF の、はい、こちらポスターもございますので、ぜひぜひご覧いただければ嬉しいです。はい、電話番号の方ございますかね。ちょっと画面の方したい、スクロールしていただいてもよろしいでしょうか、スタッフさん。はい、ありがとうございます。失礼いたしました。こちら、気になるよという方はですね、障害学習、学習館の方にお問い合わせください。お電話番号 03-5246-5811、 03-5246-5811 となっております。ぜひぜひ、やってみてくださいませ。7月から9月みたいですね。はい、ありがとうございます。ここからは局からのお知らせです。
2022年10月16日に2022年アズーリプロレス、失礼しました、2022年アズーリプロレス祭りが開催されます。昨年放送局がプロレスの高校を打つという前代未聞の大会を開催しまして、今年はさらにすごいドリームマッチを実現しますので、ぜひお楽しみください。まずはですね、こちら昨年のアズーリプロレス祭りの DVD の映像をちょこっとだけご覧いただこうと思います。はい、では画面見ている方は注目していただければと思います。それではどうぞ。昨年のアズーリプロレス祭りの映像でございました。はい、今年の10月16日に行われるプロレス祭りが、楽しみになってくる、そんな映像でございました。そしてですね、こちらの、DVD も含めまして、各種グッズがお買い求めていただお買い求めいただける、はい、ホームページがございます。はい、アズーリFMのホームページではですね、こちらの DVD、そして、高橋代表の書籍などなど、アズパンちゃんのグッズ含め販売しております。今回新しい商品としてはアズパンのシールが、はい、発売されました。1枚300円なのかな、はい、1枚300円ということでございま、失礼いたしました、1枚ではない、1枚ずつで1組で2枚で300円ということでございます。はい、ぜひですね、アズーリ FM 応援したいよという方はぜひご購入のご検討、ご検討いただけると嬉しいです。はい、他にもですね、 DVD あと、後ほどお伝えさせていただきます企画などもこちらから、購入することもできるみたいですので、ぜひぜひご覧いただければと思います。続きましては第1、第2、第3月曜11時より放送の羽生田忠勝の基本的には野球の話のメイン MC である元プロ野球選手羽生田さんのイベント企画がございますので、そちらをご覧いただければと思います。元西武ライオンズ羽生田忠勝の一級入魂野球塾ということでございます。こんな方におすすめです。他のチームと差をつけたい、選手のモチベーションを行いたい、バッティングの基礎を固めたい、本気で甲子園を目指したいという方は必見でございます。羽生田忠勝さんがスイングチェック、スローイングチェック、走塁チェックをしていただけます、してくださいます。そして出張費はですね、2時間5万円の税別ということでございますが、なんと6月末までお試しキャンペーンとしまして、5万円がなんと1万5000円ということでございます。9名で割ると1人様1700円ですね、というねことでございます。はい、これを機にですね、ぜひお問い合わせいただければと思います。ただですね、募集対象に、制限が少しございます。プロ、アマ、野球、草野球、少年野球問わず、元プロ野球選手の羽生忠勝さんが教えてくださるんですが、はい、高校生のみ対象外となります。ですので、高校生の方残念ですが、はい、またね、大学に上がってから申し込みいただければと思います。お申し込みの方がですね、鳥越あずーり FM までお問い合わせください。03-5829-4814、 03-5829-4814 までお問い合わせください。お支払い方法、その他詳しいことも、こちらの電話番号でお伝えさせていただきます。もう一度繰り返します。03-5829-4814、
03-5829-4814 となっております。皆様のご応募お待ちしております。そしてですね、はい、この羽生田忠勝選手の番組なんですけれども、4月11日からリニューアルしました。なんとサブ MC が野球大好きで有名な、なんと志田ありささんが、レギュラー通して決定しております。皆さん野球以外に AV 好きの方も必見となっております。はい、ぜひぜひチェックの方お願いいたします。そしてまだまだございます。第2火曜日8時に番組をお持ちの高幸学のジョイトークインフォーチュン失礼しました、高幸学のジョイトークインフォーチュンくんのエトセドラの MC 高幸さんと学さんが5月8日のカーレースに出場されました。レースカーに鳥越アズーリ FM のアズパンちゃんを貼っていただき、8時間の耐久レースを走り抜けましたということでございます。はい、画面見ていただいている方はですね、この時のレースの模様が映し出されております。はい、後ろにですねしっかりアズパンが貼られております。どんなレースだったのかちょっと気になりますね。そしてですね、まだまだ実はもう一つございます。毎週水曜12時東千鶴のレッツマゼコゼを提供する椿ホールディングさんが主催する小人プロレス旗揚げ大会が5月28日明日ですね開催されますということでございます。はい、画面見ていただくと、はい、私でも名前の知っている方がちらほらいらっしゃいます。シークレットベース SM 女王様のイベントは延期となりましたので、はい、お気をつけくださいということでございます。5月28日ぜひですね、はい、こけら落とし大会ということでございますので、皆様足を運んでいただければと思います。お申し込みの方はどちらからなんですかね。はい、お申し込み気になるよという方はですね、アズリ FM の方までお問い合わせいただければ嬉しいです。はい、先ほどの、羽生田忠勝さんのところでご案内しました番号の方からお願いいたします。大森スタジオより生配信スタートは14時ということでございます。はい、生配信ということなのであれですかね、実際に会場ではなくて配信から見てくださいということですかね。はい、ということなのでぜひ検索していただいて、この熱い人を見ていただければ嬉しいです。はい、以上局からのお知らせでございました。それではここで鳥越アズリ FM に協賛またスポンサーいただいているお店様をご紹介いたしたい、ご紹介いたします。一番最初ロジカさんでございます。ワインとパエリアスパニッシュイタリアンのお店でございます。50名様以上の貸し切りも可能ということで大型のイベントもできるのではないでしょうか。はい、いつもですねおしゃれなホームページからスタートするんですけれども、テイクアウトもございます。そしてですね、はい、ランチもございます。ランチのご紹介はそういえばなかなかしなかったですね。A パスタランチ B ランチコースということでございますので、ぜひぜひ気になるよという方足を運んでいただければと思います。平日のランチメニューもザラッとね、今スタッフさんが、はい、パスタご飯大盛り無料ということでございます。ぜひぜひいっぱい食べる方大盛りですって。私最近ちょっと食べれなくなったんですけど、前までは大盛りを無料で頼んでました。はい、よく食べる人だったんですけどね、年ですかね。はい、まあそんなことはいいとして、はい、続きましてリボンさんでございます。はい、おしゃれな革製品を販売しております。はい、いつもシックなねホームページからスタートするんですけれども、はい、皆様ですね革製品、オリジナル持ちたいよという方ぜひお問い合わせください。素敵なコインケースなどが作れます。ちょっと珍しいなんかレインボーの光沢がある革もあるんですかね。はい、ぜひぜひ気になる方ホームページチェックしていただくとより詳しいことがわかります。はい、オールレザーの小銭入れ、はい、カードが1枚入るということで、はい、この不思議なんですよね、このオーロラの感じね。はい、ぜひぜひ気になる方お問い合わせしてみてください。はい、続きましては居酒屋リンさんでございます。浅草橋本店でございます。だるま印が目印かな。はい、だるまが目印でございます。はい、よく皆さんがね食べたいっていうような、はい、大衆居酒屋さんになるのかな。はい、
になっております。いつもですねこちらアズリ FM でも、なんか使ってるのかな、忘年会とかで、はい、よく私もお知らせをいただいておりますけれども、はい、こちらメニューも豊富ですが、あのサワーの方のメニューも充実されておりますので、ぜひぜひですね、お酒そんなに飲めないけどでもちょっと飲みたいよという方も、こちらお使いいただくと満足いただけるのではないでしょうか。はい、鉄板料理がですね、あのもう朝というよりもなんていうの、昼なのかな、昼になりますが、あのもうとてもお腹が空いてくる、そんな、はい、飯テロな映像でございますが、はい、まあ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 、そんなことよりも、はい、実はですねこの後も飲食店さんが続きます。はい、次は串焼き居酒屋の紅屋さんでございます。こちらはですねホームページがないので、いつもスタッフさんの、はい、情報とお電話番号と住所をお伝えさせていただいております。はい、スタッフさん曰くですね、なんとお店はですね店内広々ということでございまして、優しいおかみさんがお出迎えをしていただいてご案内してくださるということでございます。お電話番号がですね 03-6806-0721 03-6806-0721 となっております。場所がですね東京都台東区台東 2-19-9 都営地下鉄大江戸線新御徒町駅より徒歩6分でございます。はい、ぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。そして、株式会社知能システムのパロちゃんでございます。アザラシ型メンタルコミットロボットでございます。パロちゃんはメンタルコミットロボットということでですね、メンタルケアを中心に やってくれるというか、メンタルケアを主の目的として、はい、作られたということでございます。だってことアザラシの赤ちゃんの鳴き声をたくさん使っているということで、癒し効果があるのかな。一体一体手作りで作っているということで、はい、あの一期一会と言いますか、あなたに会った、はい、まるで子供のような、そんな、まあ、まるで子供のようなって、タテゴトアザラシの赤ちゃんなんですけどねそう、赤ちゃんなんで、はい、いつもですね可愛らしい顔で私をずっと見てくるんですけれども、いつ導入してくれるんですかね、アズリ FM さんでははい、ぜひぜひ、パロちゃんに会えることを楽しみにしております。そしてですね株式会社ブレス様でございます。はい、株式会社ブレスさんはですね、ビル、マンション、共用部を主とした電気工事会社でございます。 BS アンテナの新規設置交換や LED 照明の新規設置交換など、基本的な電気工事は全て対応可能となっております。漏電駆けつけ、急な漏電の仮設工事も行っております。急な駆けつけができる会社は貴重ですよね。インターホン工事や BS アンテナ工事も対応が可能です。なんと実は鳥小屋ズリ FM の電気工事はすべて株式会社ブレスさんに工事をお願いして開局をしておりますということで、はい、ブレスさんの凄さはズリ FM がよく知っているのではないでしょうか。ご相談はお気軽にブレスにお電話してください。ファックス番号からお伝えしますね。03-5829-4979 03-5829-4979 です。お電話番号 03-5829-4978 03-5829-4978 となっております。ファックス番号と下桁が異なりますので、お気をつけくださいませ。電話が8番、ファックスが9番となっております。以上、株式会社ブレスさんのご紹介でございました。はい、いつもですね素敵な協賛店さんにご協力いただいてるなと、ひしひしと私も感じております。はい、どこかでね、あの本当にあの巡っていきたいななんていうふうに思っております。ぜひあのこちらの協賛店さんとかね、過去アズリモーニング出てくださいましたお店さんを暗夜するような、そんな番組もできたら面白いですね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。さて、画面見ていただいている方は注目していただいて、こちらの映像を見ていただきたいと思います。それではどうぞ。おい、はい、ほら、見つけろ、じゃんけんしようか。組長が一人で行っちゃいました。よろしく頼むの。よろしくお頼み申します。伊藤正治、
今後も任侠道に邁進しますのでよろしく。よるべなき者たちのもう一つの昭和史。兄さん、まな板使ったよ。季節のない町に生まれ、ヤクザはやりきねえとできねえぞ。風のない丘に育ち、家を出て、愛のない人。このダイハードって来月公開するんだぞ。店長の野郎締めていきますよ。人のために良かれと思い、西から東へ。市民グループがまたピーチクパーチク。泥棒はしない、薬はやらない、人の女は取れないという伊藤組三原則をしっかりと守り抜きました。小籔見てるか。今日で全てが終わる、今日で全てが変わる、今日で全てが戻る。お前三原則に注目どうするんじゃ。六甲選手が見込んどんのじゃ。ゴミあったで結構でもね。欲望の時代を生き抜いた暴れ者たち、これまでだな。本当に強い者同士は戦わないんですね。ご来市会議員になると思うんです。で、助成金だ。指ないのにね。ご覧いただいたのは五津監督のブライの予告動画ロング編でございました。はい、いつもですね熱い映像になっておりますけれども、こちら、気になる方 DVD が販売しております。はい、こちらですね、正義を語るなブライを生きろということで、はい、気になる方、こちらもアズリ FM の、ホームページからご購入いただけるんですかね。はい、あのまた、来月チェックしてお伝えさせていただければと思います。そしてですね、過去に、上映もございました。はい、こちら青森山形福島と、5月19日まで、こちら上映しておりましたが、また、随時上映の場所が決まりましたらお伝えさせていただきます。そしてですね、 DVD 上映だけでなくネット配信もございます。はい、皆様が知っております、YouTube、Amazon などなどから、はい、ご覧いただくことができます。146分 R 指定がございます。15歳未満の方はちょっと見ることができないので、そちらだけ お気をつけください。はい、五津監督の冠番組もですね、日曜日13時から放送中でございますので、今後の五津組と鳥小屋ズリ FM とのコラボレーションに目が離せないという状況でございます。ぜひチェックをお願いいたします。そしてですね、再度、お知らせさせてください。鳥小屋ズリ FM ではスタッフの方を募集しております。本日新しいスタッフさんを含めて、放送しておりますが、はい、まだまだ、スタッフさんが足りていないというのかな、あ、違いますね、失礼しました。第2スタジオ拡大より人材募集ということでございます。時給1041円、勤務時間7時から24時、日数が週3日以上となっております。アルバイト、社員登録制度、雇用形態は選ぶことができますので、ぜひお問い合わせしていただいて、ご自身に合った働き方見つけていただければと思います。連絡先 080-3757-9131、080-3757-9131となっております。ぜひですね、アズリモーニング一緒に作っていただける方、もうお待ちしております。はい、ということでですね、あと少しだけ、私の話をさせていただければと思います。私ですね、都内を中心に劇場の方で、漫才の方をさせていただいておりますけれども、はい、ニコニコ鉛筆、そしてパンダ鉛筆という形でコンビでやらせていただいております。5月29日の単独ライブは、こちら完売ということになってしまいましたが、本日の夜にですね、音楽イベントの方に参加させていただいております。そちらの MC、そしてですね、漫才も少しやらせていただくということになっておりますので、東長崎の新しい会場になっております。お近くの方、もしくは金曜日ちょっと時間あるよという方は足を運んでいただければと思います。またですね、私の方で主催ライブも行っております。6月27日ですね、ニコニコライブというライブをさせていただいております。こちらはツイッターの方には出ていませんが、本日解禁の情報となっております。
豪華な私たちも含めて、それ以外にも豪華な、皆様にお越しいただいて、ライブをさせていただきますので、ぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。場所は新宿風の老舗の会場となっております。はい、私のツイッターの方はタガミカナもしくはニコニコ鉛筆パンダ鉛筆で検索していただくと出てきますので、皆様検索していただけると嬉しいです。はい、金曜日足を運んでくださる方、お待ちしております。はい、皆様お待たせいたしました。はい、いろいろ情報をお話しさせていただきましたが、本日のメインでございますゲスト様のコーナーでございます。はい、本日はですね、就労継続支援 B 型ルーツ様より、彩りカフェの方を運営しております、坂様と松川様にお越しいただきました。ありがとうございます。はい、もうとっても素敵な取り組みをされているので、私がこの数十分でまとめ上げることができるのか不安なんですけれども情報量が多すぎて。いや、そうです。いやいや、とんでもないです、とんでもないです。先にですね、ルーツとは何なのかをお聞かせいただいてもいいですか。そうですね、はい、わかりました。はい、私どもはですね、社会福祉法人青豊会と申しまして、はい、福島県にね、本部があるんですけども、はい、そちらの運営している、障害者施設浅草未来堂という、うん、はい、障害の方が通われる施設なんですね。はい、でそこの1階にあるのが私どもの就労継続支援 B 型ルーツという事業所なんですよ。でそちらに併設している、一般のお客様が来られるカフェ、はい、彩りカフェが、ありまして、でそちらで焼き菓子だったり、うん、美味しい、まあ、区内では有名のバッハさんの豆を使ったコーヒーを提供しているところなんですね。で、まあ、ちょっとね、施設の紹介さらっとさせていただくと、はい、本当去年のね3月にできたばかりの、はい、施設でして、そうなんです。で2階3階には生活介護といういわゆるまあデイサービスといったら分かりやすいんですかね、うん、障害を持たれている方たちが通うところ、はい、で4階5階にはですね、軽度の障害を持たれている方たちが住むところ、はい、なので、まあ、働く、通う、住むというところは3事業所がセットになっている複合施設なんです。はい、でまあその1階の就労 B ルーツで、運営している彩りカフェ、一般向けの方を受け入れるのは区内では初、うん、で2階3階のその生活介護デイサービスで医療的なケアが必要な方も来れるのが区内では初、うん、今世界って言おうとしちゃいましたね世界もあるんですか。違います、違います、じゃないですよでグループホームのその軽度のね方たちが住めるところっていうのも区内初、初すごい、初尽くしで、はい、3つも初がある。そうなんです、そうなんです、すごい、そんな素晴らしい方に来ていただいて私も嬉しいんですけれどもちなみに坂様のポジションは一体どういう。そうですね、はい、私はですね、その1階の就労 B とあと2階3階の生活介護っていうところでの、サービスの計画を立てる担当していまして、はい、まあ、そこに通われる方たちがどんな思いで、うん、あと親御さんも含めてですよね、でどんなことにチャレンジしていきたいか、はい、もう施設全体のそのキャッチコピーがいつでも誰でも何度でもチャレンジできる場所っていう、あー、かっこいい、そういったものなのでまあその方たちがチャレンジできるものをいっぱいいっぱい私たちが提供させていただいて、その応援をバックアップをさせていただいているような、そんな役割を務めております。すごい、なんかちょっと話聞いたら温かい気持ちになってました。ちなみに松川様はどういったことを施設の方では。はい、私はですね、その彩りカフェで厨房の中で焼き菓子を作る担当をしております。おー、はい、ちなみにその彩りカフェといえば焼き菓子、はい、ということなんですけど、はい、どういった焼き菓子をご提供してるんですか。まあ、こうパッと見は地味な焼き菓子なんですけれども、うん、噛めば噛むほど素材の味やら、うん、美味しさがこう込み上げてくるような温かいお菓子になっております。おー、はい、素材にこだわってるっていうことですね。そうですね。あ、今ちょうど画面の方で、はい、見ていただくと、うん、まあ、見た目はね茶色いものなんですけれども、やっぱりオーガニックのものを取り入れられる部分は取り入れたりですね、あとは小麦粉だけじゃなくて全粒粉を入れてちょっと噛み応えがあるような、そういうものを使ったり、はい、
あとは、まあ、白いお砂糖を使わずに天才糖とかきび糖とか、あの体が温まるようなそんなお砂糖を使っているところですね。すごい、はい、ちなみに、はい、松川様のおすすめの焼き菓子はどれになります？はい、私ですね、もう本当に全てこれはもう美味しいと思って全て出してるんですけど、うん、お客様から何でしょうね、好評なのはブルーベリーとクリームチーズのマフィンは出すとすぐ売れちゃいますね。はい、今出てるレモン、そうですね、それも、うん、人気でしたね。はい、美味しそう。こう中はしっとりふわふわなんですけど、上のつぶつぶがクランブルっていうんです。このクランブルがクッキー生地のようにサクサクで、中はしっとりだけど上を噛むとサクサク、あれなんかいろんな食感がみたいな。気になる、うん、とっても美味しいです。美味しそう。それで350円で販売されてるんですね。そうです。なんか お安くないですか？ね、あの皆さんからもそう言っていただけて、はい、ちなみに坂様のおすすめは？そうですね、私はね、はい、レモンパウンドケーキが好きですね。レモンパウンドケーキ、そうなんです。このレモンのね、香りと何でしょうね、こうちょっと苦味のあるいい意味の刺激も相まってすごいね、そのやっぱ素材にこだわってる分、甘さがねすごく柔らかいんですよ。甘いの、甘いんじゃなく優しいんです。ああ、なんかこう温まる。そうなんです。そうなんです。それをね感じていただける、本当に素材の味が今出てくれてますよね。はい。美味しそう。そうで、自家製のハーブとかもね使ってすごいアレンジがあるので、うん、本当まさに毎日スイーツ、本当毎日日々変わるスイーツなんですよ。すごい、はい、あ、じゃあ毎日毎日出してるものが違う。そうなんです、はい、すごいですね、うん、そのレシピとかも松川様が考えてる？そうですね、あとはご利用者の方たちとどんなものの中に入れたいって言って、まあ、本人が好きなものだったりとか、うん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 、お客様から受けがいいものとか、そういうもので日々選んでますね。あ、うん、そうなんですね。なんかこうやっぱりお二人が温かかったりもするので、お客様とかどういった方がいらっしゃるんですかね？やっぱりあのご近所の方がほとんどだと思うんですけれども、まあ、最近はリピーターになってくれてる方もいらっしゃって、うん、そこからね生まれる会話とかも、ありつつ、本当に嬉しいですよね。お客様からの声でできた商品っていうの今あったりしますか？はい、今はですね、こうそうですね、こうお客様の声を取り入れたっていうのはまだないんですけれども、まあ、これからなんだろう、これだけね毎日スイーツっていうものが集まってきたので、うん、投票だったりとかね、はい、そういうお客様の声を聞けるような投票ボックスみたいなの準備をして、でそういうとこからこうレシピ開発みたいなのもしたらこう楽しいよねっていう話はね出てますね。楽しみですね。本当になんか皆さんがなんかいろいろチャレンジしていこうっていう温かい気持ちがすごく感じます。働いてる皆さんの雰囲気とかっていうのもどんな感じなんですか？なんか愚問な、愚問な話しちゃったかな。あ、いえいえ、こちらはね、就労継続支援 B 型というところですから、まあ、障害を持たれている方たちが、まあ、ちょっとね、いろんなハンデがあって、なかなか一般のお店でね、働いたりするのにはハードルがあって、まあ、そういった方たちが、まあ、次のチャレンジのためにウォーミングアップするような、そういったところですね。なので、実際に、今は松川も言ってましたけど、スイーツの開発には関わってもらったり、あと、接客の練習とか、棒での材料を測るとか、いろんな役割を担っていただいてて、それで初めて商品ができるんですね。で、これはカフェの売り上げっていうのは皆さんのお給料になるので、私たちもやっぱりそこを目指して、皆さんのやっぱりお給料が上がって、やっぱりお給料もらって嬉しいじゃないですか、はい、それがやっぱりねどんどん上がっていくような、それが分かるように皆さんでこう工夫をして一緒に開発してるんです。うわー、すごーい。今映してくださってる方、ありがとうございま す、ね、これはね浅草未来堂のホームページなんですよね。はい、あ、そうです。で、皆さん、そうです、こちら通ってくれてる利用者さんの方たちも、はい、こちらに映ってますね。すごいですね。なんかこれだけ見ると普通に職人さんに見えます。そうですよね。嬉しいですね。うん、そうなんです。皆さんやっぱりいろいろと障害を持っても特性があって、まあ、得意を生かすっていうのを私たちも、はい、ポイントにしていて、はい、だからその方に合った作業を私たちが見つけて差し上げたりとか、まあ、何かその
何でしょうね、文字だけじゃなくて絵だったり写真で、はい、お仕事を工程を教えたりすれば皆さんかなりスキルアップして、はい、いろんな役割を担えるんですよね。なんかどんどんなんか垣根を越えてなんか一緒に交流できたら嬉しいなってやっぱ思いますね。そうですね、そうですね、はい、いやそんなミライドさんを含め彩りカフェの皆様は今後何かこう告知とかございますか？あ、そうですね、実はですね、はい、あの今週末明日明後日ですね、お明日明後日、はい、あの上野の丸井さんの方で、はいはい、台東区の福祉事業所がなんいくつかあの参加して一緒にあの販売会を行うんですけども、うんうん、そちらに私たち彩りカフェも出店、初出店ですね、イベントにさせていただくことになりまして、はい、今準備をしておるところでございます、うん、はい、おー、初出店ということで何かオリジナルのメニューとかも考えてるんですか？オリジナルメニューで、初出しメニューありますね、初出しメニューあります、気になりますね、はい、みんなで考えたやつ、そうですね、はい、すごい。あともう一個あるんですよね、6月に。あ、そうですね、6月にはピラティスと、うん、あのこちらのね体に優しいスイーツのあのこう融合させたイベントをそう考えておりまして、はい、すごい。そちらはねやっぱりこうピラティスっていうと私もやったことない、うん、私もこの通りね、あまり体に気を使って、いや体にあまり気を使わずに、はい、過ごしてますので、あそういった方がとか、まあ、もともと興味ある方たちとか、うん、そういった方たちが、まあ、ピラティスとやっぱりこう、はい、やっぱり食もね、うん、6月台東区だと食育月間ってことですから、はい、あそういったものと、まあ、知識も含めて、うん、まあ、何かあの土日の中で楽しんでいただけないかなというところで企画しております。まあ、詳しい日程だと6月の19の日曜日、はいはい、最新情報はあの本当にあの SNS インスタグラムだったりとか、うんうん、さっきの、はいはい、あの食べログでも、はいはい、彩りカフェの食べログもありますので、食べログでも、はい、そちらで紹介していきます。すごい、あれですよね、あのミライドで検索していただいてそこのホームページからインスタグラムにっていうこともできますよね。そうですね、すごい。ちなみにここの6月の19日もしくは5月28、29日であのこのミライドでこう施設にいらっしゃる方とも交流ができたりするんですか？そうですね、私坂と松川ももちろん、はい、テントに立ってますので、あぜひ、はい、会いに来ていただけたら嬉しいですね。いや皆さん画面で、あの画面越しというか耳だけの方もいらっしゃると思うんですけど、うん、すごい坂さんと松川さんあったかいんですよ、すごいいい人なんだろうなってね、地味出ててですね、すごくファンになりそうなそんな感じなんですありがとうございます。なんか施設とかでもやっぱ人気者なんじゃないですか？とんでもないです、とんでもないです。坂さんは本当にとんでもないです、もう本当にキャラでこの毎日日替わりのこのスイーツも、うんうん、あの台東区の支援事業、デザイン支援事業の中で、はい、グリップグラップさんっていうデザイン会社さん、はいはい、台東区内にありますね、蔵前に、はい、そちらの方たちにあのこうスイーツのブランド化シリーズ化っていうのを一緒に手伝っていただいて、はい、それで初めてできているこのスイーツなんですよ。なのでもう皆さんにぜひこの販売会で味わっていただきたいなと思います。ぜひぜひ、自然のね、味が楽しめて、しかも皆さんのね社会貢献にもなってっていう。あ、そうですね、うん、はい、ぜひ皆さんお願いいたします。28、29日、そして6月の19日も会うことができるということですので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、そんな彩りカフェさんなんですけれども、10時半から15時の時間やってるということですかね、はい、そうですね、ラストオーダーが14時55分のラストオーダー、大丈夫なんですか？5分でギリギリまでギリギリまで呼び込みたい。すごい、ちょっと今私メモ間違ったかなと思ったんですけどいやでもテイクアウトの、ね、方もいらっしゃいますからね、はい、まさかねすぐ3時ぴったりでガシャンとはします、ね、ちょっとびっくりしちゃいました。はい、10時半から15時ラストオーダーが14時55分となっております。定休日の方がございまして、第2、第4の水曜日と、そうですね、土日ですかね、あと土日が、はい、水曜と土日がお休みということでございますので、お気をつけくださいませ。そして場所が台東区今戸2丁目 14-3 台東区今戸2丁目 14-3 お電話番号が03-6240-6234
03-6240-6234 となっております。インスタグラムの DM でも受け付けてるんですかね、予約とか何かご質問。そうですね、ご連絡いただければ私対応させていただきます。はい、ぜひあのこちらの電話番号だけでなく、インスタグラムの方からもお問い合わせいただければと思います。ということでですね、はい、本日は就労し失礼しました就労継続支援 B 型ルーツより彩りカフェの坂様と松川様に、はい、お越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。どうでした、もう私あっという間だったんですけど今日いやそうですね、あっという間ですね、もう喋りたいものがもういっぱいあってあと2時間ぐらい喋りたいんですけどちょっとあのグリップグラップの中西様来てくださったので長西さんも連れてきて、はい、そうですね、特番みたいな組みたいですね。いいですね、はい、私も台東区生まれ育ちなのでもう台東区を盛り上げていきたい気持ち一心なので、はい、ぜひぜひあの参加させていただいて本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、あずもにではですねこうしてゲストでお話ししてくださる方も募集しております。気になる方はですねあずり FM のホームページまでお問い合わせください。はい、もうあっという間の時間でした。私もはい、台東区ぜひぜひ盛り上げていきたいと思いますので皆様ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、以上になります。あっという間の50分でございました。また皆様来週お会いいたしましょう。5月も残り4日です。楽しんで、ありがとうございます。